ポール・ベニューマンより身長あるんじゃないか。興味のガキはいいもん食ってっからタッパだけはあるんだよ。見ろ、ロバート・ゼッペキスだろ。ゼッペキスか、あれ男じゃね。少年みてえな体してるぞ。あり、視界が暗くなった。俺もだ。誰がロバート・ゼッペキスだ。間違いました。シルベスター・スタローンさんですね。サインください。そのまんまだろうが。なるほど、確かにポール・ビニューマンだ。私を教室に移動させて。あれ？失敗した？嘘、まさか。会いましょう。行くよ。怪我させないように早々に負けてあげなきゃな。やあ！わあ、避けられちゃった。おお、こりゃすご。確かに夏休みだからガキばっかだが、え？いやいやいや、いるところにはいるよ。うほー、ほんとだ、プリプリ、デカプリコだ。あ、違った、アーノルド・シュランツェネコだった。あ、銀さんだ、久しぶり。罰ゲームさせなくちゃ。呼ばない。大丈夫だったよ、かすみさん、全然臭くなかったよ。って何？え、あの、知らないのならいいです。花子さん、あれ、何の動きだろう。うちんちの猫、なんでパパのおなら嗅いだら鼻もぐのか分かった。誰もいない。ここ、誰かいるかな。あの、ちょっとお聞きしたいんですが。あの、すみません。ナイスバディになる予定だから、グラビアも行けるし。食べ過ぎですわ。あとは特技だな、バク転とか。ブッ、せーの。え、ちょっとミアちゃん、危ない。アリスの卵で作ったオムライスとアリスのミルク、クリーミーでコクがあり、口の中に妹が広がっていく。妹の産みたて卵と搾りたてミルク、おいしいです。あい、お兄ちゃん、口にケチャップがついているりん。平行世界のゲートから脱ぎたてパンツを取り出し、俺の口元を拭くアリス。ああ、妹の脱ぎたてホカホカおパンチはおいしいな。なんじゃこりゃ。ごめんね、持ってもらっちゃって。ああ、そういえばこういう場面見たことあるな。野崎くん、お願いだから平行に持って。道路側は危ないから。あ、ありがとう。おっと、ごめんよ。しけてやがら。ほとんどからじゃねえか。おいらの方がまだ持って。あれ、オイラの財布が。ねえ、なんで落として。いい風味よ、わらしべ長者だ。え、